ワンダースクール。ゲーム開発を行っておりますサイバーコネクト2の代表、松山でございます。今回から複数回にわたってゲーム開発の流れについて、サイバーコネクト2が、開発を担当しております、ナルト疾風伝ナルティメットストーム4を、使ってですね、今日からは、説明を、していきたいと思います。今回はゲームのこの企画の段階について、お話をしていきます。すべてのゲームはこういうゲームを作りたいっていうアイデア出しから、始まります。そして出てきたアイデアをもとに開発メンバーみんなで集まって、企画書へと、まとめていきます。企画書ではゲームの面白さを具体的に伝える必要があります。